主、聖書をお読みいたします。本日の聖書の箇所は創世記2章15節から17節と創世記3章1節から7節です。新改訳聖書では旧約聖書、初めの方の3ページをお開きください。共同訳でも同じく3ページをお開きください。2箇所にわたっておりますのでよろしくお願いいたします。創世記2章15節から、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。創世記3章1節。さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？女は蛇に言った。私たちはその木の実を食べてもよいのです。しかしその野中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にふさわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。以上です。本当に言われたのですかと題して吉田牧師より説教いただきます。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今日はあいにくの曇り空で、また昨晩は本当に風と雨がすごかったですけれども、雨をとどめてくださって私たちが出やすいようにと主がしてくださったことを信じて心からありがとうございます。集われたお一人お一人の上に今日も豊かな神様の恵みが注がれてまいりますように、また4月最後の日をこうして礼拝をもって送ることができるこの恵みを心からありがとうございます。主が今日まで守ってくださったそのことをしっかりと思いつつ、また新たな月に期待を持って歩み始めていくことができますように、御言葉を神様どうぞお一人お一人の心に豊かな糧として与えてください。心からよろしくお願いいたします。語るこの血先物、どうぞ帰り見てくださいますようによろしくお願いいたします。すべてをお委ねして主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は2箇所聖書を開かせていただきました。その中から本当に言われたのですかという題ですけれども、内容としては、罪ですね。私たちの罪ということをしっかりと考えてみたいと思っています。三浦綾子さんのデビュー作となりました経典ですね、は現在がテーマになっています。でそのため読者から現在とは何ですかとよく質問されたそうです。その度に綾子さんは、人間が生まれながらにして持っている罪のことですなどと答えたそうですけれども、三浦綾子さん自身、多分私のこの答えでは十分に分かっていただけないだろうと思ったと記し、現在とは宗教用語で的外れということだと聞いている。人間はもともと神の方を見なければいけないのに、自分のことばかり見ていることが的外れなのだ。つまり神中心であるべきなのに自分中心であること、これが私たちの現在なのであると、その別の本に記しています。
私が求道者会とか神様をどのように信じていけばよいのかということを教えるためにですね、用いている光あるうちにという本があるんですけれども、その書物の中にこの言葉が記されていました。罪ということですね。私たちがもともと持っているその罪は的外れで、神の方を見なければいけないのに自分のことばかり見ている、それが、ね、的外れ、神中心であるべきなのに自分中心であるという、そのことを、彩子さんが言っているわけですけれども、そのことを今日のこの聖書の箇所から私たちもしっかりと見ていきたいと願っています。で、3つのポイントに分けました。1つ目が神の命令、前半というか2章のところから神が語らせていただいて、で2つ目、3つ目は3章からになりますが、2つ目に蛇による誘惑、そして最初の罪ということで、この3つのポイントで今日の聖書の箇所を学んでいきたいと思っています。まず1つ目でありますが、神の命令ということで、2章の15節から17節を通して学んでいきます。神様が人間アダムを土の塵から作られた、そのことは先週見ました。そしてそこに、ね、命の息を吹き入れて、そして、生きるものとしてくださったわけです。で、この、生きるものとしてくださったアダムを神様はエデンの園というところを設けて、そこに住まわせるということをしてくださいました。で、それが、2章に記されているわけですが、今日お読みした2章の15節から17節にかけては、そのエデンの園において、アダムがというか人間がどのように生活をするべきかということが記されているわけであります。で、15節を見ると、神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせたということが記されていますので、神様が作られたこの自然を、人間に神様は守らせる、そこを管理するということをさせたということが記されているわけです。で、続いて16節を読むと、神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいと、そのエデンの園で生きていくためにはどうするかということが続くところに記されているわけです。園のどの木からでも思いのままに食べていいですよと、生きるためには食べることが必要で、その食べるためには、耕せるということもさせていますけれども、園に生えている木、その木からどれでもその実を取って食べていいということを告げます。そして最後に大切な約束をするわけです。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬ、善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるときあなたは必ず死ぬということが、約束として語られました。神様に従い使いつつ、大きな自由と小さな禁止の中で生きるということが、このところに言われているわけです。神様はそのエデンの園に生えている木、どの木からでも、もう思いのまま、自分が思うままに食べていいですよと。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、神様はそこに置かれる人間に対して自由を与えているわけですが、しかし一つだけ、この一つだけは約束を守ってほしいということを言われました。そして神様はこのアダムといわれる男性に彼を助けるものということで女性を作ったということも記されているわけですが、この人が住む、生きていくということのために、その喉の木からでも食べていいですよと、神様は豊かな実りによって人間を養ってくださるということをしてくださったわけです。しかしその一つだけ、園の中央にある善悪の知識の木からは食べないでいただきたいという願いが、というか約束が
この時にされました。でこの2章ですね、今日はちょっとだけしか読みませんでしたけれど、この2章を通して神様は私たちに何をしてほしいと願っているかというと、神様は大いなる祝福、この人間に対して祝福を与えようとしているんだ、また恵みを与えようとしているんだということが記されているわけです。神様によって作られたこの人間は神様によって生かされて、そして神様からの祝福、恵みを受けて守られ支えられつつですね、神様にまた人間は守られ支えられていますので、その神様を見上げながら神様と共に生きる、また神様に仕えて生きるということがこの2章に記されているわけです。神様の命令は私たちは選択することができる、自由に、思いのままにできることができるんだということを与えてくださった。しかし一つだけ命令ですね、善悪の知識の木からは食べてはいけませんということを語られました。これは強いられた従順を人間に望んだのではありません。自発的に神様に従っていく、たった一つの取って食べてはならないというそのほんの小さい、もう誰もができるその約束命令を神様はこのところで人間に与えられました。続いて2つ目です。蛇による誘惑です。神様が与えられたこの約束に対して、ここで人に試練と言いましょうか、試みが与えられるわけです。蛇がやってきて、女性アダム、エヴァにですね、言葉を発するというかかけるわけですね。で神様が命令を与えたのはアダムであったと思われます。ですのでエヴァはアダムからその約束を聞いていた。で直接神様からエヴァは約束、命令を聞いていなかった。でそんな中で蛇はエヴァを選んでエヴァをそそのかすということをされるわけです。でこの蛇は最も賢い、ですね、書かれていますけれども、このところに、神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった、他のどれよりも賢かったと書かれている、この賢いという言葉に該当する旧約聖書はヘブル語で記されていますが、このヘブル語はもともとの意味は悪賢いとか利口なという意味があります。賢いと訳されているこのヘブル語、もともとの意味は悪賢いとか利口なという意味がありますので、蛇はですね、神様が作られた生き物の中で、悪賢かったということです。で蛇は、サタンとも言われていますので、悪魔ですね、人間を堕落させようとする悪魔とも言われています。ですのでこの悪賢い蛇がですね、エヴァに現れて、そして声をかけるわけですね。でそれはどんな声かというと、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですから、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、本当に言われたのですかという言葉を用いて、蛇はエヴァの心の中を揺るがすというか、どう言ったらいいでしょうね、神様が本当にそれを言ったのですかということで考えさせるんですね。本当に言われたんだろうか、アダムからはこう聞いているけれども、神様は本当にそう言われたんだろうか。さっきも言いました、神様は自由を与えていて、一つだけ誰もが守ることのできる約束命令をされたんです。で蛇はその自由ですね、神様が与えてくださった自由を神様はこう目を向けるというか、私たちは自由に生きて、もう思いのままに食べていい
神様は中心とするというか、それを人間に伝えたわけですけれども、蛇はその100のうち99は自由で、1が命令だとすると、その1の命令に人間の目を向けて、神様は本当にそんなことを言ったんですかと言って、神様が許されていることは大きくて、その恵みも大きくて、私たちは本当に自由に生きることができる約束をしてくださっているにもかかわらず、蛇の言葉はこのたった1の、ね、もう誰もが守れるその命令に目を向けて、その命令は大層大きい命令のように思わせる。エヴァの心をですね、こう誘惑するんです。本当に言われたんですか、その命令はとっても大切な命令ですよ、というようにエヴァの心をですね、変えていくわけですね。でエヴァはどれからも食べてはならないと本当に言われたのかと問われるので、いやいや、私たちはその木の実は食べてもいい、でもその中央にある木の実については食べてはいけないと言われています。その食べてはならないとで終わってはよかったんですけれども、エヴァはいや、それに触れてもいけないと神様が言った。でなぜかあなた方が死ぬとできないから、ね、もうこの蛇のその言葉に対してエヴァは神様の命令をガラッと変えてしまったわけですね。善悪知る、善悪の知識の木からは食べてはいけない、食べたら死ぬ、それが神様の命令だったんですけれども、それに対して触れてはいけない、なぜ触れてはいけないか、死ぬといけないからだ、そう言ったゆえです。蛇は言います、あなた方は決して死にません、大丈夫ですよ、死ぬことはありません、なぜ神様がその木から食べてはいけないというか、それはあなた方が神様のようになることができるからですというわけですね。この説教用紙の中にも書いたと思いますけれども、神様はですね、ささやかな疑問を抱かせて罪を犯すように導いていくわけです。人の心に、ね、動揺を与える、その善悪の知識の木から取って食べるとどうなるか、あなた方の目が開けて神様のように善悪を知るものとなることができるんだと、あなた方がそうならないために神様は食べてはいけないと言っているんですよ。あなた方をそうならせないために神様はもうこれを食べてはいけないと言って禁止するんです。でそういうことを通してエヴァの心の中に、ああ神様のもとで生きるということが不自由なことなんだ、この約束があることによって私は束縛されている、自由があるように神様は言ってくれていたような気がするけれども違ったんだ、この禁止命令によって神様は私たちを束縛しようとしているんだ、ならば神様のもとで生きるということはそんなんじゃないだろうか、そう考えるようにヘビはエヴァの心の中に動揺を与え、そして言葉をすり替えて、エヴァが神様に従うことは私にとって不利なのではないかと思わせるようにしたわけです。でも本来は違うんですね。私は束縛はしないと神様は、もう思いのままに生きたらいいんですよと、働かなくても、耕せと言いましたけれども、そこで生きていくために食べるものはもう神様が備えてくださっているんだと神様は言っているわけです。もう思いのままどの木からでも
それを食べたらいいんですよ。でここでですね、まあ私はいろいろ考えたんですね。エデンの園でアダムとエヴァが誘惑にかち切らなかったらどんな生活をしていたんだろうか。思いのままに自由にですね生きることができる。で人が、まあ、このところではアダムとエヴァしか出てきませんけれども、まあ、いろんなことが言われていますが、この2人だけが作られたのではなくて他にも人間が作られていただろうということも言われています。でそんな中でその人がですね生きていくという状況で争いとかですね、自由があるということは争いとかまた妬みとかですね、そんなものは起こらなかったんだろうか。神様がそこにおられてそこで暮らしていくという中でこのアダムとエヴァが罪を犯さなかったら今私たちはどんな生活をしていたんだろうか。もうそのことが気になって気になってですね、昨日からずっとそれを考え続けているわけですけれども、もう私たちはそういう生活ができていませんので、そのエデンの園でどんな生活ができるかということは想像するしかないんですが、でも自由があってたった一つの小さな約束があって、そして多くの人たちがいた中で本当にそこにですね神様の愛があって、人が人を思いやりながら生活をすることができるのかどうなのだろうか、まあ、恋をするっていうか結婚するということになっていくと、そこでですね私はこの人がいいとかこの人がいいとかなってくると、もうそこで争いが起こってくると思いますので、そういう意味でも神様はどういうふうにこのエデンの園を運営するというか形作っていこうとしていたのかなとか、まあ、そんなこともこう考えながらですね、まあ、今日の聖書の箇所私自身しっかりと考えていたわけですけれども、このエデンの園がずっと続いていたらどんな生活ができていたかそれは分かりませんけれども、しかし、ね、ここで、ね、私たちが注目しなければいけないのは、自由を与えられていた人間が蛇の誘惑によってたった小さな一つの、ね、そのもう誰もが守れるその命令に目が向けられたがために神様を疑い神様を束縛する存在なんだと思ってしまった。蛇を通してサタンが誘惑した、神は本当にそうなんですかということで嘘の世界へと導いていった。それが神様に対して信頼を失いまた神様を疑ってしまう、そんな結果へと導いてしまったわけであります。でそれが最初の罪になっているわけですね。食べてはいけないといったその実を蛇の巧みな誘惑によって女は神様の命令を破ってしまいました。多分男はそこにいたと思うんですけれども、それを止めることがなく男もエヴァの誘惑によって食べてしまうということになりました。でその善悪の知識の木から取って食べると途端に裸であることが恥ずかしいと思ったんですね。で恥ずかしいという言葉ですけれども、恥ずかしいという言葉、恥という言葉には自ら人間として道徳的に未熟なところがあるのを反省する気持ちという意味があります。自ら人間として道徳的に未熟なところがあるのを反省する気持ちですね。で国語の辞書で恥ずかしいと調べると世間慣れがしなかったり劣等感を強く持ったり具合の悪いことがあったりして人前に出るのがためらわれる気持ち、世間離れがしなかったり劣等感を強く持ったり具合の悪いことがあったりして人前に出るのがためらわれる気持ちというように書いていました。自
から人間として道徳的に未熟なところがあるのを反省する、ね、劣等感を強く持ったり具合の悪いことがあったりして人前に出るのがためらわれる。それが恥、恥ずかしいで隠してしまう、ね、隠してしまった。でもともとアダムとエヴァは夫婦でありましたので互いの裸を見て恥ずかしいと思わなくてもよかったと思うんですね。でもそれを恥ずかしいと思って隠してしまわなければいけない状況がこのところにあったわけです。それを恥ずかしいと思うようになった。人間らしく生き生きと生きれるその自由が与えられたのに本当にこう隠してしまうということから罪が始まっていくわけです。どうでしょうか皆さん。私たちが、ね、ちょっとこう失敗してしまった、悪いことをしてしまった、嘘をついてしまった、そんな時にまずどうしようとするか。隠そう、隠そうとする。バレないためにはどうしよう、そうだもう捨ててしよう、隠す。で、まあそれがバレた、バレたとしたらどうするか。聖書に書いてあります。人のせいです。アダムが神様からどうして食べたんですかと言われると、いやエヴァが言うから、エヴァが好み、おいしそうです、おいしいですと言ってエヴァがあなたも食べないって言うから私は食べたんです。じゃあエヴァあなたはと言われると、ヘビが、ヘビがいるから私は食べました。人のせいにするんですね。これが最初の罪です。目が開かれた、ね、その木を食べ、あ、その実を食べて目が開かれる、大丈夫です食べても賢くなるだけですと言われたけれども、それを食べて目が開かれると、蛇が言ったように目が開かれましたけれども、でも賢くなったわけではない、神のようになったわけではない。結局は自分中心のものであることが分かったというか、自分の食べたいというその欲に負けてしまったら、それは自己中心でしかなかった。で、神のようになった自分の姿を見たのではなくて、自分たちの裸の姿を見たのですね。なので思いを作って隠すしかなかったわけです。はじめは裸であることが全く恥ずかしいと思わなかったんですけれども、神様との関係が崩れたことのゆえに二人は恥ずかしくなくて隠さなければいけなくなった。それが罪であった。その罪が、まあ、遺伝したというわけではありませんけれども、今も私たちが持っている、その現在、三浦綾子さんが言われたように、神様と本当は一緒に、ね、このエデンの園で自由に、もうどの木からでも取って、思いのままに取って食べていい、そしたら神様が養ってくれる、そういう生活があったのに、それが神様との約束を破ったがために、その生活はできなくなった。自分で働いて汗水流して生活をしなければ食べることができない、そして互いに恥ずかしいと思い隠さなければいけないような、また神様が与えてくださった自由もなくなって、かえって束縛された生活になってしまう。それがこの時に二人が犯してしまった罪でありました。
悪魔は今でも私たちに試みます。本当に言われたのですか？本当にそれでいいんですか？本当にそれが神様の御心ですか？そうやって私たちの心を揺るがしてきます。また信仰を揺るがしてきます。いや、私は神様を信じて信仰を持って生きています。そうですね、生きていますけれども、でもかえってそれが束縛されているように感じてしまうこともある。神様が与えたかったのは自由であるにもかかわらず、私たちはともすると信仰を持っていることが神様に束縛されているように感じてしまうこともある。本当はそうではないんです。あなた方の思うものに生きたらいいんですよ。それが神様の願いだったんです。そしてたった一つ、中央の善悪の知る、戦略知識の木から取っては食べてはいけないと。でそれを今に当てはめるならば、神様に従っていくと、本当に神様を信じて生きる、神様を信じて生きる、それを神様が求めておられるんです。でも信じて生きることで、私たちは時として束縛が与えられているような、そんな気になってしまう。でも神様は自由に生きていいんですよと語っておられる。神様を見上げて神様と共に歩む、そのことを私たちが心がけているならば、神様は私たちが、ね、何をしたら悪いか、何をしたら良いか、そのことをちゃんと教えてくださいながら、その歩みを導いてくださると言っているのに、私たちはついつい自分の欲望が出てきて、それをしたい、それが一番いいと思ってしまうから、そこで苦しんだり悲しんだり壁にぶつかったように思ってしまうわけです。しかし、ね、私たちそうやって束縛されているような、また神様の前で罪を犯してしまった、そんな私で、ね、もうどうにもならないかもしれないと思うかもしれませんが、でもそのことのために神様は救いの道を開こうとしてくださっている。そしてイエス様を送ってくださったわけであります。イースターの時にイエス様の十字架を、ね、私たちももう一度思わせていただきましたが、あなたが起こしたその罪のために、私は一人子イエスを送ると言って、その罪の身代わりですね、イエス様はその罪を背負って十字架にかかってくださった。それがイースターの復活につながってくるわけです。私たちは罪人として生まれてきました。でも、ね、その心の中にあるその悪い思い、悪い心というものはイエス様によって許していただける。そして私たちは自由に生きることができるんだ、それも喜びと感謝を持って天国の希望を目指しながら生きることができる存在として、神様は今私たちのこの旅路を、訓練といいましょうか、その道を持って導いてくださっている。それが私たちの信じている神様であります。ですので、ね、本当にこの神様に私たちは従っていきたいと思いますし、神様から離れて生きるということが罪であり、ね、神様と共に生きることが喜びである、本来はそう私たちは作られているんだということを今日ですね、心にもう一度思わせていただきながら、イエス様の十字架を本当にしっかりと思うものでありたいと心から願わされます。そして何よりも、私たちの心に、両親も与えてくださいましたけれども、悪い心も与えられて、でそれが葛藤するときに、本当に心が苦しくてどうしたらいいのかわからなくなる、そのときにはぜひ主を見上げて一つに会えるその方を選ぶものとさせていただきたいと心から願われます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は私たちが持っている罪ということを見させていただきました。それはアダムとエバの時代に始まったというか、アダムとエバが
神様との約束を守ることができなくて、人間に罪というものが入ったんだということを見ました。決してそれは遺伝するものではなくて、人は皆その罪を持って生まれてくる存在となってしまいました。神様、私たちは悪いことをしてしまうと、このアダムとエヴァのように隠そうとしますし、また人のせいにしようとして、その人のせいにすることによって自分が楽になるということを選択することがあります。神様、本当に選択しなければいけないのは自分自身を見つめて、そしてその罪を神様に持っていくことであるにもかかわらず、それができずに苦しんで苦しんで本当に悲しんで、どうしたらよいのか分からなくてもがいて、その問題が大きくなってしまって、どうにもならなくなってしまうという、その現実があることを思います。神様、私たちにこの聖書の神が求めていることは、神様を目当てに愛のことです。また神様に従って愛のことです。その道を選ぶことが私たちにとって幸いな道であり、また幸せを得るためには一番の近道であるということを神様は今日語ってくださっていることを思います。どうかこのことをしっかりと信じて、私たちはそれぞれの人生をそれぞれに神様が導いてくださっている、その御手を握りしめて歩むことができますように、続いて、この道を支えていてくださることを心からよろしくお願いいたします。この時を感謝します。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。